ほいどうも、ジャンダルクです。というわけで今回は、初めてのサバゲー企画ということで、86クラン主催ということで、こちらリロンさんと一緒にサバゲーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、はい、こちら CQB リミテッドさん、はい、大阪井坂店ですね、はい、の方で、提供ということで、こちらフィールドですね。はい、こちらね、A フィールドというところなんですけど、まあ、一番小さいところではあるんですけど、撮影用に、無料提供をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、いろいろとね、まあ、やっぱりサバゲーってこう人が企画してるところに行って、なんかいきなりこう実況するとすごいこうあれじゃないですか、やりにくいじゃないですか、多分やってると思うんですけど、まあ、ただ今回ね、私たちが開催主催してるということで、まあ、ふざけた形の企画になっていくんじゃないかなということで、はい、これ今後ろいっぱいキッズいるんですけど、いろいろとね、企画しておりますので、皆さん楽しんでいきましょう。まあ、ちょっと今回のメインなんですけど、まあ、1回戦はちょっと私が今回ハンドガンデュアル初めて持ってきたということで、まあ、COD のやっぱり鏡じゃないですか、デュアルってロマンじゃないですか。で、正直ね、サバゲのデュアルって全く使えないんですよ。某マックね、なんとかさんが言ってるように、本当にハンドガンデュアル必要性がないんですよ。ただね、やっぱりロマンを求めるんで、ちょっと今回頑張ってやっていこうかなと思います。で、技能者は何度使うんですか。あ、僕は HK45 ヘッケラー&コッホのやつですね。と、まあ、ちょっと屋内でなんかちょっと見づらかったんですけど、同じように HK416D ヘキラー&コッホのやつの予告サイトついたやつ、シリーズ揃えてきたね。そうですね、デルタフォースで意識整えてまいりました。はい、ということでこういった形で、やっていこうかなと思いますので、さあ、じゃあ、はい、いきましょうか。果たしてどっちが強いんだろうね。こっちザ、あれじゃないですか、コッド勢って感じじゃないですか。 AR にサブハンドガンっていう形で、で、僕はもうパークガンフリーのパークに頼った全てなの。そうなのでね、こちらやっていきたいと思います。で、ちょっとこれ説明なんですけど、まあ、セミオートと3点バーストとフルオートがあるということで、なかなか珍しい感じのハンドガンじゃないかなと思います。こちらちょっと改造してるやつなんですけど、ちょっと頑張ってね、理論士ぶっ殺したいと思います。だいたいこれぐらいの角度でいい感じ映ったらいいから。どう？あ、いってます。あ、キリです。オッケー。じゃあ行きましょうか。さあ、というわけでこちら CQB リミテッドさんの方で若干くらい形にはなってるんですけど、編集で多分明るくしてます。どうする？君そっち？あ、大丈夫です、こっち。オッケー。じゃあ俺向こうのドラム缶から行くわ。もう実況解説付きでやるからな。はい。 ATSA クランメンバーリノン VS ジャンヌのワンオンワン対決ということで、ハンドガンデュアル VS AR とね、なんか変なハンドガン持ってるやつなんですけど、芝居ていきたいと思います。というわけで、誰かコールお願いします。3、2、1、ファイル。やったー、ハンドガンデュアルに、あれ AR 持ってるとこ、あれ俺全然弾打ってへん。もう正論のこれ1ミリも紹介できてる。ちょっとそこ近くないですか。いや、いやだって俺マラライパーク顔面がずるいんだから。次バーストで言うと、俺の人生3点バーストやから。出た、おー、来た、名言名言名言。じゃあコールお願いします。3、2、1、ファイル。リノンシどこいるの。やばい。OK。弾が出んかった。ふう。ヒット。しかも俺弾切れやし。お前弾切れ相手やぞお前。あれ。あかんな、バースト速攻溶けんな、これ弾やばそう。俺の禁止モデル壊れた。いや、バーストを打ちすぎて弾一気なくなって、使い物なくなった、やばそう。弾切れ、ハンドガン誰かちょうだい。ユニーはよくない。キッズ早い。怖いよお前ら。電動？いや、あ、電動、ここ電動。電動どれ？電動はこれ。電動って普通にヒーター出るやつ？出ますよ。あ、セーフティー。あ、壊れた。いや、弾なくなった時。これでセミ？お前。俺の M92F の敵撃ってるからな、お前。僕も腰打ちしかやるから。
じゃあ理論室いたらあのコールしてもらうように言って。はーい、 OK です。コールして。よっしゃー。おい、リスガリかよ。上からこんにちは。おらへんや。右や。おった、おった、おった、おった。おい、おい、AR でも頭出しして逃げるやつおる、リアルで。おい、おい、おった。見えたねー、お前、見えたねー。モルタで駆動。やばい、弾なくなった。おいクソキッズ、お前の反応が弱いぞ。やめて、弾がない。リローさん助けて。見てみろこの弾とかの火力よ、お前この火力よ。危ない。やばい、逃げろ逃げろ、助けて。痛い痛い、お前さ、お前さ、お前さ、お前、たまないやつのお前、やる行為かよ、お前。というわけで、今回、海の日なんですけど、まあ、海の日なのに、ね、彼女と海に行かない暇人たちに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、対象戦ということで。はい。はい、まあ、大丈夫です。大丈夫です。倒すんで。はい。まあ、フェアプレーの精神で。フェアプレーの精神で。まあ、勝つんで。まあ俺も勝つんで、はい、というわけで、ワンメディク製の対象ゲームとなっております。アナウンサーだと思います。制限時間5分間の大統領選です。大統領以外は1回復活になりますので、ヒットされましたら自分の陣地に戻って、自分の陣地の壁タッチで1回復活してください。では各スタートチェーンの内側でスタンバイしてください。まもなくゲームを開始いたします。守ってくれよ俺を。スナイパーはもう守ってって。はい、じゃあ内側大丈夫、エアコンキング大丈夫。おー、これがスナイパーライフルか。撃ってみていい？いいですよ。おー、かっこいい。おー、さあ、ありがとうございます。よいしょ。さあ、来てます。はい、じゃあ、メディック頑張ってください。はい、いや、もう突らない方がいい。もうこの辺に固まってこ。うん、ガバディ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 。いる？L 字の、この奥の L 字の奥に2、3人いてるみたいで。はいはいはい。無理に顔出してやられますね。オッケー。はい、なんぞー。赤チーム集合してください。はい、次の作戦なんですけど、ガン突しましょう。相手がガン引きしてるんで、多分後方にこう広がってるんで、あの1箇所が多分攻めたら、あのよくある COD でいうサーチでいう、あの6人全員でそこ突ってみたら意外と設置できて勝てたっていうことあると思うんですよ。それちょっとやりたいんで、ちょっと続いてください。大体ここら辺から、あのこの先に多分 L 字あると思うんですよ、皆さん知ってると思うんですけど、そこからもう一気に流れ込みましょう。でも入る人がおらへんから、あ、いいか。うん、もうこっからもうブワーってそっちからも入れるから、もうこっちの L 字バーって流れ込む形でいてください。よろしくお願いします。ゴー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 、 L 字ゴー。階段下おるぞ。スイート。ちょい、ちょいだけ。どこにスタンプ？どこにスタンプ？
これ。これ。ああ、打ちか。大賞ヒットしました。大賞ヒットしました。無理や、ごめん。あの、黄色ぶつかってきてますよ。え、黄色ぶつかってきてます。殺す。みんなが神でした。黄色が黄色チーターおるぞ、お前。三勝でそろやのに一人ライフ麦おるぞ。熱っ。よいしょ。相手はスナイパーライフル、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 スナイパーライフル。出会ったらゴールゲッチュー。頼んだ言えばお前。あれ、カウンター出せない、出せないのか。いや、希望こい。フラグオンラインはからの後ろ下がれ。お、倒した。池田やった。これ何、何これ、何スパイダー雲の皮。あ、してください。やめろー。何のキーが動かない。駐車止め。おーっしゃ、マジで嘘。お前がお前がちょっと待って、嘘やろ。フリーホールでマジで嘘やろ。え、違う違う違う、マジでわざとちゃうやん。マジか、全然見えへん、全然見えへん。